engine for the life。車で行こうです。今日ご紹介する車はジャガーランドローバーが新たに市場に投入した話題のモデル、レンジローバーイヴォークコンバーチブルです。今回は試乗会に参加していち早く試乗してきました。イヴォークは登場以来、その印象的なデザインとランドローバーが誇る高い走破性能を兼ね備えたモデルとして世界中で大人気の SUV、 今回のコンバーチブルという斬新な提案がどんな世界観を見せてくれるのか注目です。それではポイントから見ていきましょう。イヴォークコンバーチブルの注目点は何といっても SUV とオープンルーフの組み合わせです。時速48キロまでであれば走行時でも18秒で格納でき、防音仕様の電動ソフトトップはイヴォークが持つ洗練されたデザインを損なうことなく展開できます。素材の変更などボディ全体にさまざまな最適化を施すことで、ルーフを開放することによる剛性の低下や走りへのネガティブな影響を徹底的に排除している点も大きな安心とこだわりを感じさせてくれます。パワートレインは2リッターの4気筒ターボエンジンと世界で初めて市販車に搭載された急速 AT との組み合わせ、ランドローバーの持つ走りの個性を効率的かつ最大限に表現するセッティングが施されています。イヴォークコンバーチブル、価格は765万円となっています。クロスオーバー SUV にさらなるオープンという要素が加わったモデル、オープンドライブとても楽しみですね。そうですね。 CM の後はいよいよ試乗に行ってきます。エンジンフォーザライフ。さあ今日はレンジロバーイヴォークコンバーチブルに試乗しています。このイヴォークという SUVSUV としてはすごく珍しいんですけれども、2ドアモデルがあります。でメインで売れているのは4ドアの方なんですが、僕はこの2ドアのイヴォークがものすごくかっこいいなと前から思っていたんですね。でその2ドアをベースに、なんと SUV なのにコンバーチブルにしてしまった、オープンにしてしまったというのがこの車ですね。2ドアのイヴォークの大きな特徴である直線的なルーフライン、これをソフトトップで本当に見事に再現しています。この辺り そのソフトトップを作る技術であるとか、ものづくりへのこだわり、それからオープンにしても絶対にデザインベースのデザインを壊さないんだぞという、そういったこだわりはすごいなと思います。まあ、こうして乗っていると、特にそのオープンになったからといってネガな部分があるかというと、全く感じないです。でボディ剛性はすごくしっかりしていますし、外部の騒音も、全然聞こえてきません。風切り音も全く気にならないですし、まあ、このぐらいしっかりしたソフトトップだと快適性、静粛性、全く遜色ないですね。このイヴォークという車の大きな特徴が、まあ、スタイリッシュであるということに加えてスポーティーであるということなんですね。でこのドライビングポジションもそうですし、それからこのステアリングを切った感じの動き、それからこのアクセルを踏んでいった時のこのいい音を聞かせるエンジン、そしてダイナミックの加速感、こういったものが全て重なって、SUV とは全然違うスポーツカーに近いドライブフィールを味わわせてくれます。屋根を閉じた状態でスタートしたんですけれども、この後一般道に降りてオープン時の走行フィールチェックしていきます。一般道に降りてきました。オープンにしたんですけれども、やっぱり気持ちいいですね。今日は気温が23度、ちょっと薄曇りなんですけれども、ルーフを開けると本当に外の光が車内にどん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 降り注いできて、で涼しくて気持ちのいい風も入ってきて、とても心地のいいドライブをしています。ただこうしてルームミラーに映る後席の富士友を見ていると、かなり、この速度でも風にさらされている感じはあります。せいぜい、まあ、後席4人乗車でのオープンは一般道だけに留めておいた方が良さそうです。これから荒れた路面に入っていきますが、こういったところを走ると本当にじゃあボディ剛性がどうなのかというのがはっきりと出てくることになるんですね。
すごいですね、これ。全然オープンになったからといってそこら辺がこうぐにゃっとした感じはありません、これかなり床をがっちりと作っていないとこれだけの、快適性、質感の高い乗り味はなかなかできるもんじゃないので、相当これ入念に気を使ってますね。エンジンに関しても、登場したての頃は結構アクセルを踏んだ直後にぐっとトルクが盛り上がるターボの扱いづらさというのはややあったんですが、今この急速 AT との組み合わせでおそらくエンジンのセッティングも変わっていると思うんですけれども、アクセルを踏むとスーッと出てぐーっとこう一直線に加速をしていくようなフィーリングになってきました。扱いやすさは相当上がってきていますね。コーナーに入ってきましたが、本当気持ちいいですね。SUV なのにこういう楽しい走りを味わえる、まさになんかこうスポーツカーとか GT カーのようなそういうしっかり感、楽しさを味わえるのもこの車の大きな魅力ですね。このイボークコンバーチブル SUV をオープンにしちゃうという、一見ちょっとこう突飛なアイデアを実に真面目なエンジニアリングですごく高い完成度を持って仕上げてきている、これ乗ってみないとなかなかわからないところなんですけれども、実際にステアリングを握って走ってみると、いやもう真っ当な車だなということがよくわかりました。それ以上にやっぱりこの車キャラクターが強烈ですよね。すごく見ているだけでウキウキしてきますし、もう乗って走ってみればさらにウキウキさせてくれる、なかなかこういう車を生活に取り入れるということは勇気がいることかもしれないんですけれども、もしこの車自分の家にやってきたら、いやもう毎日が楽しくなりそうだなと思いましたね。とても魅力的な車でした。はい、それでは安全性の評価に行きましょう。イボークコンバーチブル、このようになりました。評価は頑張りましょうです。そして燃費なんですけれども、今回はいち早く皆さんにこの車試乗をお届けするために試乗会の参加ということで、燃費計測はできていません。ともちゃんどうでした？はい、私後席にいましたが、はい、高めの位置で風を感じて自然の景色を満喫するすごくエキサイティングでしたし、なんかオープンカーって街中で走ると他の人の目線がすごい痛いじゃないですか。なんか高い位置だからあんまりそれが目立たなくて、いいなと思いました。だから SUV とオープンって、そんな組み合わせあるのって思うけれども、実際に体験すると、ありだねって感じるよね。そうなんですよね。はい、ここで気になるユーティリティチェックです。まずは電動ソフトトップ、これを開けてみました。これ実は車内にあるスイッチの操作だけで実に手軽にスマートに開けることができます、続いて後席への乗り込みです。なんとこれ2ドアのモデルがベースになっているということで、前の座席を倒して乗り込む形になります。このように背もたれに手をかけて電動でスライドしてくれますので、こうして足元が開けるんですね。意外にも乗り込みやすい印象を受けました。続いて後席、これ2人乗りなんで全部で4人乗車のモデルなんですよね。中央にはアームレストがついていて、このようにくつろぐこともできます。実際の空間を見ていきますと、やはり後ろにホロの格納スペースがありますので、ここは原骨 2.5 個分、そしてオープンカーですからここは無限大です。ラゲッジルーム、ホロを格納している状態でも荷室にアクセスできるというのは優秀ですよね。開口部、高さ方向はちょっと、狭めなんですが、奥行きが意外と奥の方まで荷物が積めるんですね。中央の部分はトランクスルーできるので、スキー板など積めます、電動ソフトトップ閉めてみました。これも、先ほど紹介ありました時速48キロまで操作ができますので、急な雨が降ってきてしまっても安心ですよね。そうなんですよね。例えば赤信号なんかで止まっていた、雨降ってきた、閉めようって言って閉め始めたところで青になって走り出して止まっちゃうってことがこれだったらないので、気軽に素早くクローズできるってことは気軽にオープンにできるっていうことなんでね、これオープンカーにとってすごく重要な点ですよね。ついでにホロ閉めてるとき頭上は 1.5 個分でした。なるほど、優秀ですね。お知らせの後はインポーターの担当者の方へのインタビューです。
ジャガーランドローバージャパンの加藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。加藤です。加藤さん、このイボークという車、出てからだいたい3年4年ぐらいですかね。4年ですね。2012年から製造と販売がスタートしました。なんか世界中で大人気だそうですね。おかげさまで、今50万台生産台数がもう突破しまして、だいたい80秒に1台生産されているようなペースでございます。なるほど。コンバーチブルだから SUV の屋根を取っちゃうなんて、結構これはまあ昔日産がムラーノでやったことあるんですけれども、はいはい、これセールス的にはちょっとね、あんまりうまくいかなかったんですよ、あの車で。そういうのをあえて今回出してきて、でも僕乗って思ったのは、やっぱりこれだけ作り込むと新しい魅力っていうのが出てくるんだろうなっていう感じたんですが、はい、加藤さんとしてはどうでしょう。このイボーク、4ドアあり、2ドアあり、コンバーチブルあり、はい、ご自分だったらどれ選びます？もちろんコンバーチブルですよね。はい、僕も本当にこれだと思ったんですが、日本ではでも4ドアがすごく売れてるそうですね。そうですね。やはりその実用性といったところを考えますと、やはり4ドアの方が、もちろん台数は出てくるんですけれども、やはりそのデザイン性といったところを重視される方は、クーペスタイルを購入されている方もいますので、そういった方たちがこういったコンバーチブルとか、また新たなお 客層をこう取り込んでいた触れるようなモデルになるのかなと思います。例えば2ドアにはできて、コンバーチブルにはできないこととか、そういうものってあります？2ドアにできて基本はないと思いますが、ちょっと荷室が狭くなることぐらいですかね。そうですね、やはりそのエンジニアですとかデザイナーも、閉じた時がクーペスタイルのシルエットを崩さないようにデザインしてますし、屋根を取ったとしてもねじり合成がこう同じような同等レベルになるようにっていったエンジニアリングも施してますので、基本はそこは差が出るというものではないですね。で、乗ってみて、その SUV なんだけれども、すごくこう高性能 GT カー、あるいはスポーツカー的なこうフィーリングがすごく強かったんですけれども、これはどうなんでしょう。開発側としてもスポーティーっていうキーワードで走りっていうのは作り込んできてるんですか？特にスポーティーということはないんですが、やはり、あらゆる路面でも走れるようにというところで、テストはかなり過酷なテストを繰り返してきてますので、そういった意味ではどちらかスポーティーというよりもダイナミックさといったところを、ね、はい、重視して作っているところ。今日ワインディング行ったんですけど、でもすごく気持ちよく走れたんですよ。で、一方で、スイッチを切り替えるとかなりオフロードもこれ行けちゃうわけですよね。はい、行けます。そのあたりやはりランドローバー、そうですね、そこはやはりアイデンティティであり軸となる部分ですので、そこはきちんと備えた上で、よりデザイン性ですとか、乗ってて楽しいと、そういったようなところを重視付け加えているというような形です。どうでしょう、これまだ発売して間もなくですけれども、はい、販売店からの声とか上がってきてますか？実はですね、こちらの車まだ販売店にまだ展示されてない状態でして、そのような状況の中でも結構指名買いでお客様はディーラーの方に来ていただいて、より早く納車を望まれているという形ですので、こちらのモデルは結構指名買いで来られているというような声が聞いてます。なるほどね。でもこの車の登場によって、相当またランドローバーあるいはレンジローバーのその世界っていうのは広がりましたね。もともとイボークの登場の時が新しいお客さんをこう呼び込んできたキーとなるモデルになりましたので、こちらのモデルも同じように育っていってくれればいいなと思ってます。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではイボークコンバーチブルの評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸、大真面目に追求すればバカげたアイデアも本物になる。これはもう VTR でも言ったんですけれども、これSUV をオープンにするなんて、これバカげたアイデアなんですよ。だけれども、それをボディをしっかり作るとか、エクステリアをしっかり作り込むとか、クローズドにした時のソフトトップで直線的なルーフラインをしっかり再現するとか、もうこれね、大真面目に取り組んでるんですね。でその
大真面目さがやはり本物感として乗るものに伝わってくるということで、もうこれねまさに、僕は大好きになりました。バツ、これは後席への風の巻き込みです。4人で乗ってると後ろの席の人は嵐の中にいるかのような状態になるので、できれば、4人の時は一般道だけ、あるいは閉じて乗るで、2人の時だったら、開けても大丈夫で、高速道路はウィンドストップつければ相当快適なんでね、2人だったらいつでもオープン OK です。はい、私は丸なポイント、これは何といってもクールなエンターテイナーだというところですね。レンジローバーが持つ知的なイメージをクロスオーバー SUV に閉じ込めたイヴォーク、コンバーチブルのベースとなったのは4枚ドアじゃなくてあえて2ドアクーペなわけですよ。突き抜けた個性がありますし、この車を選ぶ乗り手の大胆さが感じられる相当かっこいいモデルが増えたなと思いました。そしてバッテン、これはやはり荷室スペースがその分ちょっと狭めになってしまうと、SUV っていうとレジャーに使えるイメージなんですが、荷室の高さが取れないため、キャンプ道具などは折りたたみ式のものを選ぶとか、積み込む荷物の工夫が必要かなというふうに思いました。はい、というわけで2人の評価はこのようになりました。エンジン for the life